賞おめでとうございます。ありがとうございます。本当にまず受賞して、はい、お気持ちはどうですか？まあ、率直に嬉しいですね、うん、はい、競輪選手になって初めてこのような賞をもらったので。そうなんですね、はい、最初に公営競技の競輪選手になってから、はい、オリンピックを目指すのがその主流だと思ってたんですよ。そうです、そうです、そうです。それが主流ですか？それが、まあ、主流ですね、普通。そうなんですね、はい、じゃあ、はい、特殊なケースちょっと特殊な人たちで僕もオリンピック目指してるのは、はい、ほとんどの方が競輪って言われると短距離なんですよね、はい、で僕短距離選手じゃないんですよ実は、うんうんうん、なので競輪選手としてはあんまり向いてない、素質的には向いてないんですよね。ああそうなんですね、はい、だけどその、うん、競輪海外でレース走ってるうちに、はい、その競輪っていうシステムがすごく恵まれてるっていうのを感じて、はい、選手になっちゃいました。オムニアムっていうのを聞いたんですけど、はい、オムニアムは4つの種目から構成されていて、はい、ルールの違う4つの種目で総合を競うっていう種目になってきますね、はい、種目が違うから4つやるってことですか？そうです、短距離ではないですね、長い方の距離の部分、長距離、はい、なので多分足も、はい、多分他の競輪選手と比べて、はい、体型が多分違うと思うんですよ。足も細くて。そんな出るんですね。じゃあ2020年の目標は、はい、ズバリ、もちろんオリンピックでメダル獲得目指してきてます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。